丸山望みは長野県野沢温泉村出身のスキージャンプ選手である。野沢温泉村立野沢温泉中学校に在学していた2013-14シーズンに全日本スキー連盟ジュニアチームに中学生としてただ一人選ばれた。2014年4月長野県飯山高等学校に入学高校選抜スキー大会を1、2年次に連覇した。 2014年7月に FIS カップで国際大会に初出場。2015年ノルディックスキージュニア世界選手権の団体で銅メダルを獲得した。ワールドカップは3年時の2016-17シーズン札幌大会第1戦に国内枠で初出場、続くザオ大会第1戦を含めていずれも予選で敗退した。その後行われた ジュニア世界選手権、パークシティ大会は、個人23位、女子団体5位のメンバーとなった。2017年に、明治大学に進学、政治経済学部に在学し、同大学の体育会スキー部に所属する。2017、18シーズンのワールドカップ、札幌大会第1戦及び、ザ王大会第1戦に、国内枠で出場したが、いずれも予選で敗退した。 ジュニア世界選手権、カンデルシテーク大会は、個人22位、女子団体6位、混合団体7位のメンバーとなった。帰国後は、全日本学生選手権、女子2部及び、宮様スキー大会女子組の丸ヒルを優勝した。2018、19シーズンはサマー国内戦で3勝、サマーグランプリでは、チャイコフスキー大会の混合団体優勝のメンバーとなった。 ワールドカップは開幕から海外遠征組に選ばれた。同シーズンに開催された世界選手権のスキージャンプ女子の選考基準は2018年12月16日時点のワールドカップ総合順位が上位から4名で、丸山はその時点で同5位だったため落選が濃厚であった。しかしながら女子団体種目の開催が急遽決まったため代表に選出され、 個人17位、団体6位のメンバーとなった。ワールドカップは予選を通過できなかったのは、開幕戦のみ、ポイントを獲得できなかったのも2試合のみで、日本女子勢としては3番目となる、総合20位でシーズンを終えた。2019、20シーズンもサマーグランプリより参戦し、ヒンターツァルテン大会の混合団体2位のメンバーとなった。 ワールドカップではポイントを獲得できなかったのは1試合のみで最高6位、総合13位であった。国内戦では HBC 杯を優勝した。2020-21シーズンはワールドカップ最高4位、総合11位と自己最高位を更新した。世界選手権では個人ノーマルヒル20位、個人ラージヒル18位、女子団体4位のメンバーとなった。国内戦では ワールドカップ札幌大会の中止で大体開催された STV 杯を優勝した。ありがとうございます。